中間サッカー部主将久我康成です。今までコロナ禍でなかなか県外のチームとの試合ができない中、このような機会をいただきありがとうございます。一つ一つの試合を大事にしていき、周囲らしく頭を使ったサッカーをしていきます。また昨年から恵まれた環境のもとサッカーをすることができています。たくさんのチームとここでサッカーをすることを楽しみにしています。よろしくお願いします。